どうもね。先日この MC22 のワゴン R のライトを磨いて綺麗になったので車検を取りに行きたいと思います。その前に車検に持ち込むためのチェックをしたいと思います。まずはヘッドライト、前回磨いて綺麗になったんですけど、現状このワゴン R には見えるかな、青っぽいバルブが入ってるんですよね。ホームセンターなどで売ってるこのような青くなってる安いバルブは試験場で光量で引っかかることがあるので、今回はこれと交換しようと思います。これに交換します。交換するときはバルブ本体を触らないように注意しながら作業してください。反対側も同様です。オッケー。ちゃんと点灯するかチェックします。ポジションオッケー。ヘッドライトロービームオッケー。ハイビームオッケー。右ウインカーオッケー。左も OK、 ハザードも OK です。エンジンオイルは OK、 クーラントは一応ローとハイの間ぐらいにあるんで OK。 ウォッシャー液はこいつを入れときます。OK。 続いて下回り、運転席側のドライブシャフトは OK。 タイロットエンド、ロアーム OK。 ラックブーツも大丈夫そうだな。右側大丈夫だな。じゃあ反対側、左側、助手席側も OK。 続いてリア回り、ブレーキ、ストップランプ OK、 テールランプも OK、 ナンバー灯も OK、 右側のウインカーも OK、 左も OK、 ハザードも OK、 バックランプは OK って言いたいんですけど、安物のバックカメラにありがちなバックに入れると一緒にカメラの周りが光ってしまうので、これは車検的にはアウトなので、テープしてちょっと外しておこうと思います。この隙間に隠しておこうと思います。これでバックランプも OK、 メーター周りも OK。 今できるのはこのぐらいかな。後軸、サイドスリップ、排ガス、もしダメだったら近所のテスター屋で直してもらおう。持ち込み車検に必要な書類の書き方などは別な動画でまたアップしますね。それでは持ち込み車検に行ってきます。特に何も引っかかることなく無事車検を取ることができました。何も問題なくてよかった。しばらく足として使おうっと。本日は以上となります。よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。